おはようございます、こんにちは。キャラメルは銀歯道ロボ、ようこそいらっしゃいました。新生伊藤チャンネルです。祝日最終日、シルバーウィーク最終日、2023年の秋は暑かったですね。ようやく涼しくなったかな。30度台に下回った、気温下がった。一部の地域では2023年の秋は暑いと思います。水分補給をしっかりと。ではよろしくお願いします。今日はデイデイを見てます。月曜日しか見ないので、月曜日しか見ません。あれは祝日の日だけ見てるように、見るようにしてるんですけど、11月まで祝日が続きます。しかし12月は祝日がありません。あ、シソンヌの長谷川さんだ。長谷川さんってシソンヌの長谷川さんです。名字で呼んでるのがシソンヌの方です。下の名前で呼んでるのは錦鯉の方です。これはちょっと区別した方が分かりやすいと思います。あれ、長谷川さんだ、シソンヌの長谷川さんって。これなら間違いないでしょう。はい、そうなんです。本田美奈子さん生誕56年ですね。生きていたら正則さんのような姿に成長してました。正則さんに成長をって急に立ち上がった。はい、本当にやばいですね。涼しくなりましたね。でもね、2023年の夏と秋は暑かったでしょう。一部の地域では暑さが続いているみたいなので、水分補給をしっかりと。ちょっと長袖着たんですけど、これで大丈夫、ずっと長袖でいたい。今回は新生伊藤チャンネル、今回はねってことで、絶対やだ、絶対会いたくないやつ、このスーツの人、錦鯉のこのスーツの人、ツッコミです、ツッコミの人。ちょっと歌っちゃいますかって思ったらちょっとやめときます。あれやばいですからね、あのおじさん、あのおじさん絶対共演したくないって。芸能人だったら絶対共演したくなくて、錦鯉の二人と共演したくなくて、一人が右側に座ってる人がちょっとダメなんで、何もしてないけど、共演するのはちょっとまずいと思います。共演しちゃうと嫌だなと思って、貧乏ゆすりする、歌ってしまう、名前間違える、それだけです。はい、今回はここまでにしたいと思います。本当にありがとうございました。長く変わる、そんなに変わらないので、チャンネル登録、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新生伊藤チャンネルでした。撮っちゃうかな。